ただいまよりルネ西船橋2号棟の、内覧動画を撮影します。まずはそちら玄関でございます。玄関、鏡が上の方にちょこっとついております。シューズボックスです。で、廊下の方をまっすぐ、行きますと、こちらが LDK になります。ちょっと広さ書いてあるのでわかんないですが、敷地、十分な広さ、取りのスペースがございます。で、続いて、こちらがですね、キッチンですね。キッチンの方が、ガス台と、水洗、水の流し台の方が分かれております。ちょっと珍しいタイプですね。こちらの方がもしかしたら料理しやすいかもしれません。はい、面白い机です。で、こちらはちょっとした壁の方に収納スペースを作っているという形でユニークなデザインになっております。続いて洗面室いきます。はい、洗面室は玄関入ってすぐ右側のところです。こちらが、一応三面鏡の、洗面化粧台に、こちら洗濯機置き場です。で、こちらが、浴室になります。はい、で続いてこちらが、トイレですね。当然新リノベーション物件なので、全てきれいになっております。続いて玄関入ってすぐ左側のこちらお部屋でございますね。はい、収納スペースがなんか押し入れみたいなような収納スペースになってますので、非常に、たくさん衣類とか入りそうです。で、続いて、こちら、またもう一個洋室ですね。こちら LDK の方からしか行けません。こちら洋室です。およそ、6畳のお部屋といったところでしょうか。収納スペースもたっぷりあります。はい、で最後に、LDK の方からバルコニーに向けられます。大きさは普通だと思います。目の前になんか公園というか、公園みたいな空き地がございます。眺望はまあ、こちら3階なので、そんな、極端にいいというわけではないです。はい、でこちらは新規リノベーション物件、フローリングもすごいしっかりしている形になってます。以上ですかね。はい、以上でございます。ありがとうございます。あ、西船橋から徒歩8分という、立地も魅力的だと思います。ありがとうございました。